こんにちは。ただいまから梅チャンネル、意見の出やすい場作りを始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、私は梅チャンネルのナビゲーターをしております松原美里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、で本日のテーマなんですけれども、意見の出やすい場作りということで、私たちを取り巻くこの世界の中でですね、いろんな人間関係があって、で人と人との関係性の中で日常生活っていうのがあるんですけれども、特に保育においてこの場っていうところを考えていくときに大事なのがですね、やっぱり子どもたちが安心して自分の生活に集中できたり、自分の育ちに対してまっすぐこう力を発揮していけるような空間というのが保育の中では大切でしてね。でその時にやっぱり先生同士の関係性っていうのがすごく子どもに影響しますね。でこれはどういうことかというと、保育って例えば担任の先生が一人だけいて、その先生だけで保育が進むのであれば、完全にその先生の影響だけでいいかもしれないんですね。もしもすごく意識が高い先生がいて、いろんなことができて、でじゃあもう全て自分で何もかも決めて準備もして、全て子どもと一緒に生活を365日していくって、まあ、もちろんお休みはありますけどね、であればいいのかもしれませんが、現実的には保育園という環境、あるいは幼稚園っていう環境、子どもが通うどこかの施設っていうところにおいては、必ずそこの先生と担任である先生と、そしてそこに関わる他のクラスの先生や、あとはそこの園長先生や主任の先生や、いろんな人の考え方とその人たちの背負ってきた人生とか価値観というものがあって、それらがお互いを受け入れ合って、でいい意見を出し合って、もっと子どものためにこうできるんじゃないだろうかとか、あるいは子どものためにどんな関わりができるといいんだろうか、今あの子は何を求めていて、私たちはどういうふうに答えていくのがいいんだろうかっていうのをお話をしながら作っていくことがやっぱり大事なんですね。子どもというのも日々様子が変わってきますし、成長することもあれば螺旋階段を描くようにすごい遠回りをすることもあるわけですよね。でどうしたんだろうって思った時に、例えば早番を見ていた先生が、あの子は最近お母さんのところでね、こう次の子がこう生まれる感じになっていて、ですごく寂しい気持ちでいっぱいなんですよとか、だからちょっとこう甘えを受け止めるような方向性で今私たちも関わってますっていうようなお話があると、ああなるほどって、でやっぱりそういうのをみんなでじゃあ受け止めて、受け止めながらも何でもかんでもいいよじゃなくて、やっぱりいけない時にはそこはいけないよって抑えて話をしていくとかっていうのを、例えば職員会議だったり、例えば朝の会だったり、そういうところでやり取りをしながら、関わる大人全員が同じ気持ちで子どもに向き合っていった時に、子どもがそこで自分らしく、どこに行っても同じラインが揃ってるので、あ、ここではいいことはいいけれども、ダメなことはダメなんだな、でもみんな自分を受け止めてくれるんだなって思えた時に、まっすぐ自分の内側と向き合って、こう心を強くしていくような、そんな時間を持っていくことができるんですよね。けれどもここで、例えばある先生は受け止めてくれるけれども、ある先生は厳しすぎる、何言ってんの、いい加減しなさいって、あなたいくら妹が生まれるからといって、それは赤ちゃん返りしすぎよって言って厳しく接することがあったとした時に、なんとなく子どもは人を見るようになってきますよね。で、あ、この先生はどこまで許してくれるんだろう、この先生は厳しいからちょっと我慢しよう、あるいはこの先生は割とこう分かってないから舐めたことをしても大丈夫だろうとかですね、子どもってすごく人を見ているので、相手によって距離感をみんなやっぱり測ってはいるんですけども、あまりそれが行き過ぎると人を見て態度を変える子どもになってしまう。そうするとその中にある軸っていうのがぶれてきてしまって、本当の意味で のいいこと良くないことっていう概念が揺らいでしまったり、自分というもののこのセルフイメージだったり、
自分っていうその軸が揺らいでしまうっていうことがあるんですね。なので、いい保育をしたい、子どものために大人の温かい目でよりクオリティの高い関わりをしたいっていうふうに思った時には、みんながその感じていることを伝え合って、でかつそれがいいこととか耳当たりのいいことだけじゃなくて、耳の痛いことも聞きたくないことも納得いかないこともお互いに出し合う中で、全部実はそれ子供にとって必要な情報なんですね。自分にとって都合が悪くても子供にとっては必要な一つの多面体の一部だったりするわけですよね。でそうなった時に、いやちょっとこれ言えないなって、いやすごい私は感じてるけどこの空気の中では言えないなってなって、これを言わない人が出た時に、貴重な一部の真実が伝わらなくなってしまう。そうするとみんながどんなに一生懸命力を尽くしても、ここで温度差が出てきてしまう。そうすると本当の意味でいい保育っていうのはやりにくくなってしまう。だって真実が見えないわけですからね。それよりはいろんな真実がある中で、じゃあどれもこの子の側面だよね、で私はこう思うし、私もこう思う、これ私もこういう意見を持ってるよ、でも私はこう思うよ、なるほどね、どれも一つの大事な観点ですよねと。その上でじゃあどんな風にしていきましょうかって、みんなでここで話し合って、いくつもの意図を組み合わせて一つの側面を作っていった時に、この上に乗る子どもたちは安定感ある環境の中で保育されていく、すくすくと育っていくことができる。だから職員集団のいろんなことを言い合えて、いい関係性でいられるっていう、この関係性づくりがとっても大事なんですよっていうことなんですね。で、この関係性づくりっていうところの大前提に、場という概念があります。場っていうのは何かというとですね、そう、皆さん多分普段何気なく生活している中で、場という言葉にね、アンテナを立てることってありますか？場ですね。いないいないバーとかの場ではなくてですね。はい。私たちはコーチングの勉強をしているときに、ここにどんな場があるのかっていうのにアンテナを立てるんですよ。で、どんな場があるのか、場の声に耳を傾けて、そこから作っていこうっていうことを習慣づけていたので、すごく私は場に敏感なんですけれども、何なのか、一体場というのは人が2人以上集まった時に、そこに生まれる関係性が織りなすこの空気感だったり、例えば私と後輩さんが一緒にいます、で後輩さんと私がすごくフランクな関係性で、なんかこうギャグ言って、後輩さんがサハって笑って、で先生それつまんないっす、あごめんごめんっていうのも、ここでこうフランクなあははっていう場ができますよね。でも一方で、同じ私と後輩さんであっても、例えば私がすごくイライラしていて、ピリピリしながら仕事をしていて、でそんな時に場に入ってきた後輩はパッと私を見て、あって、すごいピリピリしてる、今ちょっと話しかけられないなって思ったら、スッて空気をこう読んで、すっと交わしていくようなぎこちない場ができるかもしれませんよね。でこの時に、この生まれてくる場ですね、この場の中にすごくこの後どういうふうにしていけるのかとか、この物事の展開を左右する鍵が込められているんですね。で、できれば意見が言いやすい場にしていきたい。けれども私たちはあんまり普段場に意識を向けていないこともありますし、無意識なんですよ。無意識に感じ悪くなっちゃったり、無意識に言わせねえよっていうような感じの場を作ってしまったりっていうことがあるので、そこをどういうふうに場をマネジメントしていくのか、この言いやすい場になるために工夫をすることができるんですよっていうのが今日の趣旨になります。はい。で、場についてはですね、この今ちょっと前提をお話ししたんですけれども、実際に事例があった方が分かりやすいかなと思いますので、今日は保育士香織さんをゲストでお招きして、声の出演という形で
実際に今保育園の中で感じていることやちょっと困ってるなということを一緒に紐解きながら、で場って何だろう、関係性って一体何なんだろうっていうところを一緒に考えていきたいなと思います。はい、それでは香里さんを呼んでみましょう。よいしょ。もしもし。もしもし。はい、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。はい。おかえりなさい。はい。というわけで、勤務から帰ってきた香里先生をご出演いただきましてね。で、今、フェイスタイムっていうものでつなぎながら、私と香里先生は顔は見えてるんですが、プライバシーの問題がね、ありますので、内緒内緒っていうことで、はい、はい、保育士香里さんとして、はい、ありがとうございます。ご出演をいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。で、今回のこの、意見を言いやすい場作りっていうところで、で、香里さんが最初なんかああ、これ私ぴったりですっておっしゃってくださったんですけれども、よかったらその状況を簡単にここでこう、シェアしていただいても、共有していただいてもよろしいでしょうか。はい。はい。わかりました。会議の、いつも会議をするんですけども、はい、今までは、教頭という立場の先生が司会をされてたんですけども、はい、全く話が、職員会議しても全く話が進まない。で、一生懸命言わはるんやけども、もうみんなは黙ってるだけっていう感じで、はい、で黙ってるかそうか、隣でこしょこしょ喋ってるか、そういう感じだったんですね。で、これではいけないなと思ったので、はい、で私がまあこの4月から、戻ってきて、で、そういう立場に、上の方の立場に上がってきて、はい、でいつも会議をしてても、はい、私自身がつまらないなと思ってたんです。全くつまらんなと思って、つまらんと、会議がつまらんってなんですけど、はい、と思って、これって職員会議なのかみたいな感じで、で話もその指針が なってないので、なよ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 したりするし、でその喋らんと横でぼしゃぼしゃ喋るしみたいな感じで、はい、まあ、聞いたわけですね。で、当てられたら喋るけど、でも当てられへんかったらもう早く終わって、もう時間が済むだけみたいな感じで、はっきり言って、その教頭がその司会をしてるときやったら、もう私は半分眠たくなってて。ありますよね、眠たい会議ってね。そうですよね、眠たくなるし、こんな言ってられへんとか思ってて、で、まあ、このままではやっぱり職員会議の意味が成り立たないなと思ったので、はい、まあ、私が、まあ、会議の司会をするということで、はい、で、まあ、今までの資料が全くなかったので、会議するまでに、案件出すまでに、はい、まあ、こういう案件についていろいろなアンケートを取ったり、その職場の方に、はい、で職員会議でアンケート、こういう案件を開けるけども自分はどう思うかって先書いてもらったんです。事前にアンケートを取って、その内容についての意見を集めたってことですね。はい、そうですね、はい、素晴らしい。先に、まあ、案件について、こういう今度はこういう会議を出すんやけども、あなたたちはどう思うのか個人的に書いてくれると、まず、おお、素晴らしい。でどう思うか書いて何日まで出してくれって言って、はい、まあ、言ったんですけども、はい、まあ、それもやる気があるのかないのか、8割ぐらいしか戻ってこなくて、はい、8割戻ってきたって、それはそれなりに話は進めたんですけども、はい、で、また次もアンケート取ろうかなと思っても、まあ、そんな帰ってきゃへんかなとか思ったので、今度は、まあ、話しやすい環境っていうか、まあ、私がもうすごい資料を、案件だけじゃなくて、資料をいっぱい揃えてあげたんですね。この、例えば、もう時期運動前なので、運動会するにあたって、去年の資料とか、完成材料とか、そういうのを資料にまとめて、みんなが見やすいようにして、喋りやすいようにしてやったんですけど、はい、それでもダメでした、みたいな感じで。ああ、なるほど。自分なりに司会をするで、やっぱりみんなが発言しやすいような場の雰囲気作りはしたんですけども、なるほど、まあ、その時もあまり帰ってこずの状態で、で、まあ、私がまあ指名したらどう思う、この先生どう思いますかみたいな、じゃあ
これでいいと思いますで、こっちの方がいいや、こう私はこうだと思うんですって言って当てたら言うんやったら最初から言って当てたら言うなら最初から言えと思うわけですね。そこはなるほど、どうしたらいいんだろうと思いながらずっと悩んでたんです。あ、なるほど。で、まあ人数も、まあ、はい、大人数っていうか、まあ、20人前後ぐらいになっちゃうので、はい、あのまあ、その先生の意思統一をさせるのは難しいのかな、どうなんだろうとか思うんだけども、まあ、私としては会議の前に必ずもうみんなあのここはざっくばらんに話し合う場やから、はい、黙ってたは黙ってないでみんなの意見を頂戴するのが私の役目です、みたいな感じで言うねんけども、みんなはなんかもうどっから借りてきた猫のように黙って終わってしまうみたいな感じでね。ああ、なるほど。もうだからで、そうかと思ったその一人だけが喋る人がいてて、まあ、おつもねタイプみたいな方がいらっしゃいまして、はい、その人は私ら、まあ、私たちがまあ上のもんで話し合ったやつを必ずもうマイナス方向を持っていくはるんですよ。ぶち壊すんですね。で、私はまあ司会する方なんですが、はい、まあ、司会をしてこういう風にしたいと思ってるんですけど、どうですかって言ったら絶対いい方向には持っていかないで、マイナス方向、マイナス方向に言って、一曲つぼつのカラッて感じで、そうなんですね。終わってしまう。その言葉を言ったらやっぱり周りがね、シーンってなるんですよ、急に。シーンって、それまでは喋ってたのに、うん、そのおつぼねさんがマイナスなことを言うので、はい、シーンとなってしまう。はい、もうね、もう何も言葉喋ったら今度おつぼね様に自分がやられるって、はい、やられちゃうみたいな、怖いんですね、やっぱりそこは。そうです、そうです。あ、で私は、まあ、そのおつぼねさんとは、まあまあ、普通に喋れる仲なんですが、はい、でも上司もちょっと怖がってあるところもあってね、まあ、私は普通にそのおつぼねさんとは喋るし、で、まあ、おつぼねさんは、まあ、私の思いを言った時やったらまあ賛成はしてくれるんやけども、その他の教頭とか他の管理職が言ったらもうマイナス方向に言うんですよ。お、はい、ちょっとだけ違うところあるんですけど、だから私がいつも司会とかして進んで、あの一応まあ私の前その前の教頭や他の先生たちが進めてる会議よりか、まあ、私が進める会議はちゃんと意味も分かるし、はい、はっきり方向性も分かるから、はい、すごくあの分かるでいいけどっては言ってくれたんだけど、でも自分がもう一つ気になったらもうとことんまで掘り下げていってしまう。気になるととことん食い下がって、はい、引っ張っちゃうっておっしゃってましたね。はい、あ、どこまで食い下がるねみたいな感じで、ほう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 、もうそこは行ってよって思いながら、はい、思ったりもするんですけど、はい、いつもそれで悩んでますね。なるほど。すごい、でも試行錯誤しようという、ね、意欲が素晴らしいなと思うんですけれども。はい、ね、ありがとうございます。はい、と今ちょっとこうポイントをここにまとめてみたんですけれども、はい、意見の出やすい場作りで、香織さんの現状として、司会者がそう自分の意見を持ってなかったって言ってましたよね。はい。はい、でもその司会者から香織さんに代わって、はい、で司会をするようになりましたと、はい、でその中でいろいろとこう試行錯誤されてますよっていうお話なんですけれども、はい、周りの職員はボソボソ話すっていうのは、司会が話すとそのボソボソ横向いておしゃべりをするっていうのは会議に関係あることを話します。はい、あ、じゃあ意見をそこでは言っている、そうなんですよ。だから、こそこそとそういう私が言って、はい、ああ、こうやった、ああ、こっちで、こっちやないみたいな感じで喋ってますね。ああ、なるほど、なるほど。はい。よそのことは喋らなくて、はい、会議で私の意見に対して喋ってるのを喋ってるんですよ。でもそれを口に出さない、声に出さないっていうのがあって。全体に向けて手を挙げて言うことをしないってことですね。はい。はい、ああ、なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。はい、で司会が当てたら、当てられた人は多分ちょっとビクッとするんでしょうけど、そのごそごそ喋ってたことを声に出すことはする、はい、けれども自発的にはない。はい、あ、なるほど、なるほど。で香織さんの願いとしてはどんな場になってほしいって思ってるんですかね、会議が。はい、私のまあ理想とする、はい、
のあれば、まあ、おつぼねに言われようが何しようが自分の、はい、やっぱり若い子って自分なりの意見を持ってはるから、ね、いいものを持ってはるからそれを私は引き出してあげたいと思ってるんです。で、喋ったらちゃんと喋あちゃんと思い持ってるんやなっていつも思うんで、やっぱりそれをちゃんと率直に出してもらって、はい、間違いはないんでね、はい、間違いはないと思うんで、その間違ってるってちょっとにびくつくって、まあ、おつぼねさんがいらっしゃるから、はい、びくついてしまうかもしれんけども、ど私は あなたはそんだけいい意見持ってるのねって言うて言おうと思うんけども、うん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 、なんかちょっと自信がないのか、うんうん、もう、うん、ちょっといつも私が悩むとこですね。あ、はい、なるほど、あなんとなくその場の中にこう仕組みというか声にならない声がね、はい、会議の中であるような気がしてるんですけども、暗黙の了解とかその場、会議の場の中にこう香織さんがイライラするときありますよね。はい、多分オールウェイズ割とイライラしされてる会議なのかなっていう感じがするんですけれども、もどかしい感じ、はい、その会議の中でどんな気持ちだったり心の声がそこの場に出てると思います？多分ね、はい、もっと私たちは しゃべりたいし、その、まあ、私としてもやっぱり改革は伝統はある程度は必要やと思うんやけども、はい、やっぱり新しい力が入ってきてるんやと、その新しい力も一緒になって新しい時代を作っていきたいと思うんですけどね、はい、なるほど、新しい時代を一緒に作っていきたいって思ってらっしゃるんですね、はい、素晴らしい。もうだから、はい、やっぱり古き時代はもう大切だと、伝統は大切だと思うんです、はい、大切やけども、その大切にしながら新しい風を吹かしていって、また新しい縁を作り上げていく。それの中でもこの子ども縁になって、はい、まあ、2年目っていうなったところなので、はい、やっぱこれから変えていけれるところは変えていけれるのかなとか思ったので、はい、じゃあ会議もちゃんとみんな出そうよと思って、聞いたことない会議をやっていこうねっていつも思ったの言うんやけども、やっぱりみんな言えない。なるほど、場に声があるとしたらっていうところで、私が感じたのは、どうせ言っても潰されるとか、あと、なんだろうな、言わなくてもいいじゃんみたいなところがあるんですかね。アンケートで集めてるんだったらわざわざ言わせないでよっていうのもあるのかなっていうふうにちょっと聞いて思ったのと、あとはおつぼねさんの空気感がなんとなく怖いなっていう感じがするのかなと。はい、かなり怖がってますね。かなり怖がってるんですね。何が怖いんでしょう、ちなみに。はい、もうね、もう精神的にやられてしまうんですよ。ほう、もうだから何人かはっきり言って保育士とかは、はい、もうその人と一緒に同じ空気を吸うのもしんどいっていう子がいてるんです。香織さんから見るとそれは何でだと思います？そのやっぱりそのおつぼねさんもおつぼねさんなりに新人を育てようと思って言ってくれるんやけども、はい、それを新人にとったらそこまで続くの、はい、みたいな、そこまでまだって言ったらあかんねんけども、まだ私にしたらまだ若干早いもんやから、まだこれから頑張っていこうと思ってるのを、なんか新しい芽を吹き出そうと思ったらそのおつぼねさんに駆られてしまう。なんか要求が高いってことですかね。多分そうかもしれないですね。その方が、まあ、おつぼねさんもできはる方はできはるのはできはるんですけどね、はい、でもやっぱり新人もやっぱ育ててあげてほしいなっていうところは多々あります。そうか、なるほど。じゃあもしかするとおつぼねさんも正しいことを言っているし、正しいことをやろうとしているけれども、新人さんに対して厳しい目がありすぎて、はい、新人さんとか若手にとってみるとそれが厳しく映ってしまう。そうですね、なんかやっぱり今の子って言ったら、はい、まあ、私娘もそんなになるんですが、ゆとり世代の子どもさんなので、はい、やっぱり今の先生方も全体的に見たら指示待ちが多いんですよね。だから上の先生から言われたらしようとか、はい、上の先生がこう言ってるからこっちに流れようとかね、アンテナがあんまり立ってないから自分で自発的に動くっていうところに気が至らないっていうところですね。はい、は
だからまあね、そんな言ったらそんなことはないって言わはる方もいらっしゃるかもしれないんやけども、はい、まあ、私にとったら、まあ、もうちょっと自分からまあこういう、うん、あのまあ、私がまあ提案したら、はい、こんなことしたらいい、あの こういうことしてもいいですかとか、そういうことを返してきてほしい、うん、なるほど、返してほしいなっていう、うん、その手応えみたいなところを求めてるところがあるんですかね。はい。で、なるほど。で、まあ、全体的にその会議で進めるのは難しいので、今ははっきり言って個人攻撃で、はい、そのクラスに入っていって、その子たちに、はい、あの、私はこういうタイプやから、こういうことを言って思いがあるねっていう感じで言っていたら、まあ、ある程度心は開いていってくれてはるけども、やっぱりその、はい、最終的に心は開いて、まあ、私には、まあ、うちつべとこのせおつぼねさんのかアナンとかこの先生とちょっとしんどいですっていうのは言えるようにはなってきてるんやけども、でも全体となったらやっぱり心となってしまう、なんかかなりなんか複雑な、なんか螺旋状になってるような感じで、ね、育成の課題も含めつつ、はい、またその若い子の傾向っていうところもあって、はい、これは多分あの意見を出してほしいんですけれども、うん、その引き出しがあんまり多くないんですよ、はい、でそれは何かっていうと体験とか経験値が、うんうん、多分あの思ってるほど多くはなくて、はい、自信もあんまりないんですね、うん、で多分アンテナが多分みんなあるんですけども、出会った人や関わった人の数、自分が体験してきたその数によってアンテナの数って変わる気がするんですよ、はい、だそのアンテナがあまりこうピシッと立ってない時にいろいろ言われると、なんか不安で自分から言い出せなかったり、そもそも気づけなくって、あの私も研修の時に見て盗めはもう機能しませんよってお話しましたけれども、まさにそのアンテナがあまり多くないので見てもわからないですし、気づけないですし、自発的に動くってところに思い至るのちょっと難しい、はい、それが私たちは成長のもどかしさなんですけども、もしかするとご本人たちは私たちを認めてもらえてない、人格否定のところに受け止めてしまってる可能性があるんですよね。なので意見を言うってところ以前に、人間関係の信頼関係をお互いにこう意図をかけ合っていくところがまずスタートかなと思ってるんですね。はい、で先生がすでにされているように、そのクラスに入ったり日々のやり取りの中で、先生とあと一人一人 その新人さんとのやり取りの中で少しずつこう信頼関係がこう見えてきて、で意見が言えるようになって、思っているところが言えるようになってきた、この関係性をできれば一人一人、おつぼねさんのいいところもぜひ香織先生からですね、あのこの人はねちょっと怖いところあるかもしれないけど、実は思いがあってうまく言えないだけだから本当はいい人なんだよっていうふうにフォローしてあげてほしいですね。はい、はい、でそれ以外の人のところも、もちろん人っていいところとすごい惜しいなって思うところとか、あとこうなんか情けないなって思うところあるわけですよね。でもそこを救ってしまうと、もうなんかどうにもならない螺旋階段下っていく感じになっちゃうので、全員のいいところを見ていくようにされたらいいですね。で司会やってて、そのなかなか意見がなかったその方のいいところはどこなんだろう、で先生が軸となって一人一人 その信頼関係の意図をこうなんていうんですかね、玉を作ってってあげると言いますかね、はい、毛糸でこう縫っていくとき、あの一緒に編み物していくときに最初にこう玉作ってあげると、その上にこう縫って糸を絡めていきやすくなりますよね。そういうのが絡めていきやすくなるような土壌をまず作ってあげるっていうところで、その日々の中で声かけ合いやすくなるようなこう信頼関係を作っていった上での、多分、そうですね、もう会議とか以前に事務所に入ってきた時の空気感とか、そういうところを和ませていくところからスタートされるといいかなと思うんですよね。はい、おそらくこの感じだと事務所でもおつぼねさんがいると喋らないですよね。そうですそうです。でしょうね。もうシーンとなりますから、ね、戻ってきませんから部屋に。そうなりますよね。そうで私たちが行けるだけで、はい、帰ってきようとか思うんですけど、はい、帰ってこないから、だから私が出て行って喋りに行くとか、はい、怖いですもんね。うん、だからその先生たちは、はい、先生また遊びに来てくださいねって言うから、いや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 、職室戻ってきてくれたら一番いいねんけどなって言いながら、戻られへんわな、無理やんわなっていつも思いながら、なるほど、
か職員室に入りやすくなる場作りをできるといいですね。そうですね。そしたら会議でもうまいこといくかもしれないですね。ねえ、例えばなんかおやつとかね囲んで、ちょっとお土産もらったよとか言って、おいでおいでとか言ってね。はい。でそこで例えばおつぼねさんのちょっと可愛い一面を、先生この間こんなことあったんですってとかで話振ってみたりとかして引き出していく。で、可愛いですよねとか言ってこうあえて真摯に振ってみたりして、その怖い面だけじゃなくていろんな面があって人って愛しいよっていうところを先生がこう仲介になって若いいろんな人に見せてあげたり、逆に多分仕事が絡むとおつぼねさんから見て新人さん厳しい目で見ることが多くなると思うんで、人となりとかもう全然無条件のそのお互いを受け入れ合う土壌を最初に作られるといいかなと思うんですよ。例えば子供見るときにも、何かができるからこの子はすごいっていうのが条件付けの愛情とか承認なんですけど、無条件、ただあなたここにいるだけで素晴らしいよっていう、あなたはすごく人に愛される何かがあるよねって、なんか可愛いよねって、それだけでも良かったりするじゃないですか。そんな感じで新人さんのいいところとか微笑ましいところとか持ち味をこうちょっとこうフォーカスを当ててあげて、でお互いにこう愛、まあ、何ですかね、愛おしいなって思い合えるような場作りを先生仲介となって糸を掛け合っていくようなことができるときと、少しずつそれが緩んでくるのかなと思いますね。それはどうです？そうですよね。私がだから、まあ、院長には、あなたは仲介役やんじゃ、あなたはいつも笑ってないといけない。なんでかって言ったら、場を和ませる 役として、いといてほしいっていつも言われるんですけどね。なるほど、なるほど。まあ、そうやねって思いながら、私がまあお休みしてるときやったら静かやったって言われるから、やっぱりその存在はあるのかなみたいな、すいませんやかましくって言って笑いながら言って、だからまあ、もうしやっぱり信頼関係結んでる子とかやったらやっぱりね、もういろいろ喋れるんですよ。楽しいその雰囲気が作れるけど、やっぱりその信頼関係を結べてない職員だったら、なんか遠慮してはるとか、私がまあ冗談って言っても、なんかええー、みたいな感じになるから、どう振る舞っていいんだろうって、そうそう、で一人暮らしのされてる先生も多いで、これって今日の晩ご飯になるんちゃうんって言って消しかけても、信頼関係なら先生やったらこれやって足りません今とか言って、これやっていいですわとか言うけど、そのもうまだ信頼関係結べてない先生やったら、って固まってしまうから、あかんかとか思いながら、なるほど、でも様子見ながら距離感を測ってらっしゃると思うんですよね。まだまだ私もまだ力不足やねんなと思いながら、でもそれは先生ではなく、早くその場を和ませてあげたいんで、そう、部屋に帰ってきてポッとできる、やっぱりその先生がおっしゃってるような場の雰囲気作りはやっぱり必要やなって、今ちょっと先生のお話聞いてて、まだまだ私には足らんところやなって思いながら、できることですね、思ったりもします。いえいえ、もう一つお伝えしたいなと思ったのが、人によって距離感って違うので、信頼関係築くのが早くできる子は、おそらくこれまでいろんな人と関わる中でいい関係性を築いてきた体験がある人なんですよ。大人を信じられる、お友達を信じられる、でいい友達がいるっていう体験を重ねてきた人は、比較的心を開く、お互いを受け入れ合うっていうプロセスを早く作ることができる。ですね、でもこう今まで自分があんまり友達といい関係を築くの難しかったり、もっと言うと親子関係でこう無条件で自分を受け入れてもらうとか、なんかそういう体験があんまりなかったり、あるいは親に勉強しろ勉強しろって言われ続けていたり、なんか自分を抑えて生きてきて信頼っていうものを体験したことがない人もやっぱりいるわけですよね。で中にはやっぱりそうは言っても子供に思いがあるから勇気を出してチャレンジして職場に入ってるっていう方もいるので、その場合に一人一人の心の距離を、今先生がギャグ言って笑わなかったってなったら、その子はきっとまだそこから少し離れた場所に立ってるだけでも、きっと最初に園に入った時よりは心の距離近づいてきてるの先生感じてますよね。
その子なりにゆっくり勇気を出して前に歩みを進めてると思うので、そこまで心開いてくれてありがとねってね、慣れない職場でね不安いっぱいあるよねって、あのマズローの5段階欲求の一番下のところからご飯食べてんのとか、そんな感じでちょっとこうおかん風にですね、ね、大丈夫とか風邪ひいてないとか、ね、なんか最近暑いからねとか言いながらギャグを言って笑うって結構これちょっとハードル実は高いんですよ。すいません、もうね関西系なんでね、いやいやついついね関西の人ね、すごいその笑いのハードルがこう結構高いところからスタートするのでバッと仕掛けるんですけど、実はあのこれ笑ってくれるのかなってドキドキもしたりとか、あとこれ笑ってこの人怒ったらどうしようとか、ね、なんか例えば今まで出会った人の中でつい思わずプーって笑ったら怒られちゃった体験とかある人いるんですよ。けしからんとかなってしまうと、今笑っていいとこだったのかな、どうしようって心の中で動揺したり、うん、そういうこともあるので、もしかしたらこう気持ちはすごい近づいてるけどアクションに困ったかもしれない。だとしたら先生のことを信頼できないのではなくて、先生がやってくれてるからすぐそこに来てるけどドアを開ける勇気がないだけかもしれない。私が濃いかもしれないですね、キャラ的にでもね、そういう先生がいてくださるから扉のすぐそこまで来れたと思いますしね、うん、そこは先生もグッジョブっていうふうに自分のことをしっかりあの褒めてってください。ありがとうございます。はい、ぜひぜひ。はい、すいません、つかない話になってしまったかもしれないですけど、まだあのあるんですけどもね、うん、そうですね、まあ、この中で暗黙の了解とか、はい、暗黙の了解というのはこの場の中の声なんですけども、例えばもしこの後まず事務所のやり取りとか人間関係普段のねやり取りから始めていきましょうっていうふうに言ってやっていくと思うんですけどね、例えば会議になった時になんか人がシーンとなって発言しないっていうお話があったじゃないですか、はい、そしたらその時に今度先生司会やりながらシーンってなったら、その場の空気を言葉にしてみてもらえます？あ、はい。なんか今シーンってなったね、とか。うん、で、パッと顔見ていくと、その人たちが考えてることなんとなく見えませんもん？はい、見えます。どんな風に見えます？例えば。例えばね、なんか意見を持ってる子やったら、やっぱりね、あの、はい、まあね、覚えてくれてるんですよね。で、なんかね、ちょっと自信がないとか、ちょっとなんかあれって、やっぱり下向くんですよね。はい、あー、じゃあそれね、言ってあげたらいいんですよ。うん、今意見あるけど下向いた人とか言って、あーってなるので、はい、あなた言ってごらんとか、大丈夫だよって取って食ったりしないからとか言ってね、うん、であとあの発言はこの場に対しての貢献なんですよって教えてあげてもらえます？はいはい、これ全員にある意味教育でもあるんですけども、はい、日本の教育の中で結構この沈黙は金なりっていう文化ありますでしょ。これまで余計なこと言って怒られるぐらいだったら言わない方がいいわって思ってみんな育ってきてるんですよ。なのに急に発言しろって言われてもできないんですよ。なので逆にねって、今あのみんな現場で頑張っていろんなね子供を見ながらいろんなこと感じてくれてるよねって、そしたらその時感じてることをこの会議の中で言ってくれることが、実はこの場のみんなに対してすごい学びと気づきになることなんですよって。だからあなたの勇気を出した発言は、みんなに対しての、この場に対しての貢献なんですよって。ちっちゃいことでもいいし、くったらないギャグでもいいから、言ってくれるとすごい嬉しいわ。っていうような感じで、先生が思ってることと、その、貢献っていう感覚を一人一人が持てるようになるとすごいいいんですね。はいはい、じゃないとなんか言えよってなりますよね言えよって言われても沈黙は金なんでってなっちゃうので。そうですよね、あの言ってって言ったらいけないとってみんなびっくりしますからね。おののきますよね。そうそう、一旦引きますよね引きますよね。面白いですよね。そしたらね、それも言ってあげるといい今引いたでしょってそうそうそう、ほらほらみんな見てるよって、分かってるよって、何ドン引きしてるのとか言ってね、はい、でそこでちょっとこう言い当てられると
場が緩むんですよ。はい。で、その時に、とは言ってもって、この全体の中で意見出すって、ハードル高いよねって。うん、でそれみんなの気持ちを汲んで言葉で言ってあげてください。で、そっから、じゃあ二人組で話してみてくださいって、ハードル下げてあげてください。はい。だってお隣同士で喋るなら、二人組いけますでしょ。そうですね、いけますよね、はいはい、そしたら例えば私もこの間研修でやりましたけど、まあ、3分ずつね、3分間ちょっとそれぞれ2人組で話してみてって、でまずお疲れ様から始めてみてって言って、でアンケートも書いてもらったけどみんなどう思ってるって言って3分間待ってみてください。はい、はい、そしたら多分いろんな声聞こえてくるので、なんかその時に声がちっちゃい人とかもいるのでね、司会しながら司会のテーブルの周りをそーっとお散歩してみてください。私が研修の時に場をぐるっと回ってたのも実はそれなんです、はい、でいろんな人の声を聞きながら、こんな意見も出てたねって、こういう声もあったよねって、そうだよねありがとねって言って、じゃあこういう声あったけど他にも何かあるとかって聞くと、そこであ実はって出てくるかもしれないですし、言いにくいかもしれないんですね。なのでその時のその場を見ながらやり取りしてもらいたいんですけど、声を拾うっていうのが一つ、はい、はい、あとはそうですね、2人組で話して22人だったら10グループですかね、はい、そしたら全体でシェアするといいんですよ。10グループだと話長くなっちゃう可能性があるんで、そしたら今度4人組とかに、2人の後に4人組になるといいんですよ、はいはい、最初から4人組だと喋らない人出るんです。なので、まあ、例えば2分間2人で話してみて、じゃあお隣同士のグループでねまたちょっと2分ぐらい話してみてって、そしたら4グループ、4、20なので4グループですよね。そしたらじゃあ4グループそれぞれね、どんな意見出たか代表で話してって言うと、ここで面白いんですけど、息を吐いた後なのでなんかハードル下がるんですよ。はい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 。で、なるべく一個一個グループ被らない内容言ってねって言うんです。同じなんですけどとかって絶対言うので、同じはつまらんでしょうって言って、あえて違うネタでお願いしますみたいな感じで。で、そうしていくと、だんだん自分が言ったことに対して、他の人がうなずくのが見えるわけですよ。そしたら先生がそれを言葉で伝えてあげてほしいんですね。あ、うなずいてる人いっぱいいたねって。みんなもやっぱり同じこと感じてましたよねって。で、発言に対して感謝してください。はい。みんなの気持ちを代弁してくれてありがとうって、はい、これは皆さんのその4人で話したグループのことをみんなで共有してくれたことはこの会議の場への貢献でしたねっていうふうにあえてそこで認知してあげてください。でそれを3つの他の3つのグループもやっていくと、なんとなくみんなそこで安心感生まれてきたりするんですよね。でその時漏れなく必ずおつぼねさんも混ぜてください。必ず混ぜます。必ず混ぜてください。おつぼねさんも特に役が問題なんですけどね。そこにちょっと知恵絞るとこですよね。そうなんですよ。どこに入れようかみたいな感じで。でも2人組でね。でもあえてなんかどこでもいいのかもしれないですよね。うん、2人1組で。うん、はい。多分おつぼねさんもね、はい、自分はやっぱりそのプライドが高いから、分かってるんですね、やっぱりね。今後プライドでなんかガラスじゃないけど、なんかちょっとわざと自分をなんか囲ってる、はい、ほんまもっといい人やと思うねんけど、やっぱりそういうので上から下目線で言ってしまうのかなって、いいとこはきっとあると思うんです、先生おっしゃってるように。やっぱりそれを隠してしまう、自分は何でも知って何でもできるっていうので、それでカバーしてやるのかなって思って、判断にもったいないなって思いながら。先生、今度おつぼねさんのはい、願いを聞いてみてもらえます、はい、うん、はい、この間コーチングのセッションちょっとだけやりましたけど、はい、先生どんな願いを持って保育されてるんですかって、はい、そこで思いが聞こえてくると、うんうん、
もしかしたらその人のいいところもっと見えてくるかもしれないですね。はい。そしたらその見えたところを先生がまたいろんな人に架け橋かけてあげたら、もしかするとおつぼねさんの自分でも気がつかなかった、その多分すごい繊細なんですよねその方。そうですそうです。繊細で傷つきたくないので、すごい多分強いこと言っちゃうんだと思うんですよ。でね、大体その強いことを言うときって泣きそうなときだったりするんですよね。そうですよね。だから、私もそう、自分でもそういうタイプの人間かなって思うときもあるけど、でも私の場合はそういうこと言ってられへんから、私はお笑い役って、ね、ちょっと明るい役をしないといけないんで、本当は囲いたいんですけど、その囲ってはいられないんで。立場上っていうのもありますし、あとは先生はすごく優しくて強いんだと思います。あ、そうですかね。まあ、自分に厳しく他人に優しくすごく、だからこそそういうお役目を今もらってると思うのね。はい。だそこはご自身があんまりこう抱え込みすぎないように、周りをこちょ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 ってしてあげてください。そうですね、はい。まあ、ね、いろいろ研修受けさせてもらって、まあ、先生との出会いもあったので、はい、まあ、私一人じゃないんだっていうのは分かったので、はい、まあ、いろいろな方に相談はかけれるっていう方ばしが、はい、こんなのどうなのとか言って聞ける、私としてはそのつなぎがあるので、はい、まあ、仕事もやっていけるかなって思いながら。いいですね。はい。だから出会いは、私としては出会いが宝物だと思ってるので。本当ですね。出会いは宝物ですよね。はい、だからもう出会った人にはもう私はもうありがたやありがたやみたいな感じで、もう本当にもう一生宝物っていう感じで、だから私の場合はそういう出会いが多かったので、はい、その縁の先生に比べてみたら、引き出しが多い、その人の会った数は、まあ、自慢じゃないんですけども多いと思うんです。素晴らしい。それを、まあ、今は大事にしながら、こんな時はこの人に言えばいいに、この時この人に言えばいいにやみたいな感じで、まあ、いろいろやってるんですけども、でもそれを職場 の, そ の, こうあの、ね、職員たちにも、まあ、はい、いろいろな引き出しを作ってあげたい、そうですね、またつなぎじゃなくてみんなが慣れたらいいかなって。そうですね、つなぎを作った後はその後一人一人がこうタケノコみたいに出てくるのを応援していただいて、はい、その一人一人がまた違うところに行って自分なりのその架け橋をかけていく人になっていけたらいいですよね。なんかそれが私の理想なんかなーと思いながら、いや、それまではいいで、ね、まあまあコツコツと行こうかなみたいな感じで。いいと思いますね。だからいつもはね、笑ってるってみんな言われるけど、はい、笑ってるけど中では心の中では泣いてるねって言いながら。ね、心の中で本当に泣いてる時もありますよね。そう、でもやっぱり笑顔を絶やさない、絶やしたらあかんなと思って、はい、まあ、みんなには笑顔で、一番でも人間って悲しければ悲しいほどなんか楽しくなんか愉快にしてしまおうっていう私のなんか性格かもしれないんですけど、辛い時があればあったらそれを跳ねのけようと思って笑いに飛ばしてしまうっていう立場、性格あるんですけどね。おお、それは素敵ですね。辛ければ辛いほど笑い飛ばしてしまおう、うん、はい、笑い飛ばすと何が起こるんですか。そうなったら、なんか、はい、悔しい、もうなんかすっごい悔しい人けど、ね、というか、はい、もう情けない人けど、でもそれでなんか自分が気が紛れる、笑うことで気が紛れるんですね。はい、笑ってたらなんかちょっとホッとして、で、はい、一人になったらまた落ち込んで、あ、じゃあ落ち込んだらか、前とか思いながら、まあ、昔はでもだいぶと引きずってたんですけど、はい、なんかある人になんかポジティブっていう言葉を聞いてから、はい、そうだ、前向きに考えないといけないと思って、もう絶対後ろ向きにはならない。まあ、1日ぐらいは後ろ向きになったとしても、もう次の日からはもう絶対前向きって思って、はい、もうだから私の今の言葉は、ポジティブっていう言葉が合言葉っていうか、自分のその、目標じゃないんですけど、はい、ポジティブに行こう、ポジティブ、ネガティブは嫌だみたいな感じで、ポジティブしか私には言葉はないって言って、もうそう思ってやってたら、まあ、周りの方にすごいポジティブやねって言ってくれはる方もいらっしゃるんで、はい、ああ私が言ってたことでも分かってはるこの空とか思いながら。なるほど、ちゃんと受け止めてくださってるんですね周りの方は。はい、だから
私はもうポジティブに行こうって、だから辛いことがあってもそれはもう笑いで、笑いっていうか明るく跳ね飛ばすし、はい、でまあ職場の後輩とかが悩んでたり困ってたりしたら、私がもうそれを救ってあげたら、あの子たちが楽になるのかなと思ったりして、その職場の雰囲気を、そのあのまあね、ちっちゃいお子さんが書いてはった、やっぱり子供が病気やから、はい、来れませんって言って、みんな当番がとか言って、あ、もうそれやったし、もう全部引き受けるわとか言ったりね、そんなんで、やっぱりそういうコツコツと、まあね、私ができることをやってあげたりとか、はいはあ、いろいろしてますけど、なかなか。いや、頼もしいですよね。なんかいろんなリーダーシップの、ね、種類がきっと人によってあるんですけども、先生はポジティブなリーダーシップを取られる方なんですね。うん、笑いにしてみたり、うん、ツッコミを待ってみたりとか。そうです、ツッコんでばっかしで、ボケさせてもらえないですよ、なかなかでもボケってツッコんでくれる人を育てたいんですよね、ある意味。そうです、そうです、そうです、そう私もね、たまにはね、はい、ボケさせてほしいなっていつも思う時があるんで。なるほど、それちょっと育てましょうよ、後輩さんを。そうなんですよ、でも育てたいんだけど、ね、なかなかそれが真面目な今時のね、はい、あの、なるほど。だから今私周りの先生と他の、ね、方にも思うんやけども、はい、もうちょっと言う、もうちょっと、あ、もしかしたら回線が今ちょっと悪くなっちゃいましたかね。ね、いろんなお話を聞かせてくださった香織先生なんですけれども、そうですね、リーダーシップの種類は実はいろいろありましてね、今の場のお話から、そのやっぱり場にこうもっとこうなったらいいのにって思う思いを持ってる人が実はリーダーシップを発揮する方なんですね。ああ、そうか、香織先生接続できませんでした、ありがとうございました。はい、なんですけれども、その人が例えばその主任さんっていう立場だとしても、そうじゃなくって、例えば中堅さんだけれどもすごく思いを持ってる方もいますし、新人だけれどもすごく思いがあって場に問題提起をしたいって思ってる方もいらっしゃいますし、それが園長先生だっていう場合もあるんですよね。で、どんな人がその思いを持っていたとしても、その場に対してリードする気持ちを持っている人はリーダーシップを発揮できる人なんです。必ずしもリーダーさんだけがリーダーシップを発揮するわけではなくて、その人が持っている思いでその場に働きかけていく、で場を作っていくっていうことができると、その場の中にある関係性が変わっていくので、ぜひその自分なりのリーダーシップを発揮していってほしいなって思うんですね。で、それが今の香織先生の場合はポジティブな形で引っ張っていくっていうことを大事にされているリーダーシップを持ってらっしゃったんですけれども、人によってはすごくみずみずしいやり方で、あんまりこう芯がある感じではないけれども、でもみんなにこう水のようにこうふわーっと力をね、こうバーッと流していって、でみんながスワーってこう自分の気持ちが言いやすいような場を作る先生もいますし、私は完全に後ろから周りを支えたいって思って、みんなはどうなの？みんながどうなの？って、あ、いいのよ、いいのよって言って、ずっとそこの立ち位置をこう際立たせるようなリーダーシップを発揮される方もいらっしゃいますよね。ちなみに私は多分、こう、バッとこっち行きたいって言うんですけど、やり方がわかんない。これは園の施設長をやってる時もそうでしたし、ラブ網走の今代表をやってるんですけれども、これやりたいって言うんですよ。で、今、このことが大事だと思う。で、今こんな状況じゃないですかって言って、理想と現在の状況を伝えるんですが、でもね、やり方が分かんない。この理想に向けての現状からの作り方が分かんないんですよ。どうしたらいいと思うって言って、みんなに相談します。これ、リーダーシップを発揮する人は必ずしも全部答え持ってなくていいんですよね。なぜなら、メンバーが答え持ってるので、一緒に場で作っていけばいいんですよ。なので、助けて、どうしたらいいと思うって言うと、もう先生、そんなことも分かんなかったんですかとか、いや、先生、それ気づいてないけど、ありますよとか言ってくれるんですよ。助かる、ありがとうとか言って、どうしたらいいですかとか言いながら、こうみんながウロのタケノコのようにやってくれるっていう。ごめん、ごめん、じゃあできてない、そこだけ私やるねって言って、ピロピロってまとめていく。
そんな役割ですね。で、ね、いろんなリーダーシップありますけれども、あなたは一体どんなタイプのリーダーシップを発揮する方なんでしょうか。で、これまでリーダーとかそういうリードを取ることはやったことがないんですよっていう方も中にもいらっしゃるんですけども、みんな内側にありますから、それを発揮していくチャレンジだと思ってやってみていただけるといいかなって思います。で、最後にですね、場っていうもの、場って何っていうところだけこうやって おさらいをして終わっていきたいと思うんですが、場って何？はい。今日は意見の出やすい場作りっていうところでお話をしていったんですけれども、場というのは人が集まる場所や空間のことなんですよ。はい。人はそれぞれそこにいるだけで影響力を発しています。どんなこと考えてるのかな、どんなこと感じてるのかな、何を大事にしてるのかな、今どんな気持ちなのかな、とかですね。で、それが一人でも、二人でも、三人でも、四人でも、五人でも、二十人でも、三十人でも、いるだけでそこに漏れなく影響を発してます。そしたら、集団であれば集団であるだけ、人の醸し出す場の雰囲気がこの場を作るんですね。なので、さっきこの場にどんな声がありますかってね、お話もしましたし、例えば言われても発言できないよっていうような雰囲気が漂ってる。そしたら、それがその場にある空気感なんです。いる人が持ってきているその気持ちだったり、そこに生まれた場の声がそういう声だってことです。そしたら、まずはそこにある場の声、大事にして拾って言葉にしてあげてください。今そう思ってるよねって、ああバレちゃったってへーって感じになるんですね。で、それはそれでいいんですけれども、場のマネジメントっていうのがあります。ただ集まってるだけじゃなくて、どうなってほしいのか、どんな場になってほしいのか、そこにいる人がどんな気持ちで、あるいはどんな意見を出してどんなゴールに向かっていきたいのか、それを考えてこっちに持っていきたいんだけども今この状況だよね、じゃあどうやってやっていったらいいんだろうっていうのを考えていく。例えばさっきの話で言うと、いきなり場の中で全員が手を挙げるって難しいよね、ハードル高いよね、じゃあ2人ずつで話してみましょうか。一人で話すよりもやっぱり二人でね、最初ね、こう話した方が話しやすかったりします。ましてや、おしゃべりできるってことは、意見持ってるってことなので、はい、なので話してもらう。で、また少しずつグループを大きくしていったり、全体でシェアしてみたりして、どんな場になったらいいか、和気あいあい話しやすい場なのか、あるいは、ね、なんかこうみんなで考えていくような場にしたいのか、あんまりかっちりしなくてもいいのであれば、テーブルごとにおやつを置いて、ちょっとこうテーマごとに15分ずつ話してみましょうって言って、で、どんな話出ましたって言ってね、みんなで拾っていくのもいいかもしれません。そんな風にして、子供を真ん中に置きながら、大人同士が語り合ったり、いろんな意見を出し合いながら、一緒に同じ方向を向いていけるような、そんな場を一緒に人と作っていけるといいですね。というわけで、今日も梅チャンネル、これにて終わりとなります。皆様お付き合いどうもありがとうございました。香織先生ありがとうございました。ではでは。